がすごい。頑張れ。よいしょ。
そうですね、この頃はやっぱり、怪我に泣きましたし、まあ、こういう場にもう立てないんだからね、まあ、手術して病院のことでいうころは、バーンもありましたけど、まあ、こういうふうに立てて、最高ですね。まあそうですね、やっぱりもう一度、若手に伝えられてやるんですね、そういう意味で、お伝えしていただきたい、応援してくれる方々、まあ、特にこの九州場所は、去年、全国で特に上がらなかったので、来年最後ですし、締めの場所ですから、頑張ろうと思いました。今日も若い大関の貴景勝の一番立ち合い合いませんでしたが今日どうでしたかそうですね、やっぱり、そういう大きい壁があるからこそ、次の本気の強さを持つのか分かってますよ、私が、まあ、それは一つの私の相撲界の分配じゃないかなと思います。今場所は宮城野部屋の3人の横綱土俵入り千秋楽まで務めました。そして石浦関も炎鵬関も勝ち越しましたね。はい、ありがとうございました。3人で応援させていただきます。しかも今日は横綱が炎鵬が大栄翔関に炎鵬関勝ちましたよ。ところが私も負けたってことですね。本当に楽しい。やっぱり一生懸命こう私と稽古してから、その大きい相手でも勝てるっていう自信がついて楽しい。まあ、どん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 来年は上に上がってきますから。まあ、当たり前ってよかったですよ。考えてあげてみたいと思う気持ちはあるかもしれませんが、さあ次の場所は横綱が目標としていた2020年です。どんな年にしたいですか。やっぱり、ね、東京オリンピックはね、やっぱり僕の親父が選手として聞こえましたから、ね、いよいよ力ついたという感じですけど、まあ、でも来年のことはあまり今日は考えてないので、まあ、とりあえず今日は今年終わったなということです。何とかって言うんですね。